オカルト研究家の吉田裕樹です。皆さん、怪談と聞くとどのような印象をお持ちでしょうか。怪談という言葉には様々な捉え方があります。もしかしたら多くの人は作り話、創作という印象を持っているのではないでしょうか。しかし、私はこれまで実際にあった不思議な体験、科学では解き明かせない恐ろしい事件などを個人的に取材し、実に多くのエピソードを収集してきました。この世にはまだまだ背筋も凍る本当にあった怖い話が潜んでいる。これから語るのはまやかしでも作り物でもありません。我々はこれを実話怪談と呼びます。あなたのまだまだ知らない世界、スタートです。最強の交差点、四谷見附にまつわる怪談のあれこれを語っていきたいと思います。だ、まあ、研究者の間では大きく46って言われてますけど研究者の間ではある交差点ですれ違ってます。え、お客さんとお客さん、本当ですか。でも、まあ、そうですね。なぜかお客さんは全国に散らばったんだけど、まあでもやっぱりそれは四谷のお岩さんが強すぎた感じですね。強すぎたのかな、うん、いやこれでちょっとね、あの僕ちょっと動画撮ってきたんですけど、はいはい、見てもらえたんですけど、はいはい、さっきからなんでか僕はなんかね、さっきからその、はい、お岩さんなんて創作や言ってるけど、さっき言ったですね、うん、明行寺、これは巣鴨にあるんですが、はい、そこにお岩さんの墓があるんですよ、はい、でここに絶対行かなきゃいけないんですよ本来なら、うん、ですごいのがこの動画見たら分かるんですけど、お寺なんですよ。はい、お寺入り口にね、とんでもないものがあるんですよ。見てもらえば分かるけど、お墓の中にあってはいけない、あってはいけないという意味どうか分からないけどあるんですよ。ちょっと再生してみますか。これ分かります。鳥居があるんですよ、うん、お墓の中の墓地の中に鳥居がある、はい、で、まあ、ここに説明が書いてあって、うん、でね、まず曲がって、で突き当たりをまた右に曲がるんですよ。はい、でまた突き当たりを、鳥居があってお墓じゃないんですね。そうです、曲がって曲がって、ま、あでも民家とも書いてある、ね、そうです、民家の墓が守って立ち回るにお岩さんの墓があるんですよ、はいはい、でこれっていわゆる僕らマニアに言わせると、うん、呪い封じだったり呪い返しというものなんですよ。ちょっと方向を変えてごまかすっていう、はい、そう、出れないようにするっていう、で本当にこれやってるっていうことは、うん、やっぱりあるからこれやらざるを得なかったっていうのがやっぱ事実だと思うんですよね、うんうんうん、だそうなると僕最初に創作やって言ってたけど、やっぱ今はこれはもう実は本当にたたりのあるお岩さんにも なっちゃってるんですよね。もうだからもうパワーを持った、もう何かをなすものとしてあるのは確か、はい、確かなんですよ、うん、だこれがね非常に興味深くて、本来何もなかったらこんなことを作りしないと思うんですよ、はいはい、まあ、まして観光地でもないわけやし、はい、でここに行かないと呪いたたりがあるっていう、で僕ねこれね本当つい最近の話なんですけど、うん、ある有名な怪談師の女性の方がお岩さんやることになったんですよ、あ、そんな演劇か何かで、はい、で、はい、同じイベント同じイベントだ同じだったから、うん、で行ったのって言ったら、いや明日行くねんって言って、でそのイベント用に写真を撮ってん昨日って、うん、で話してたらいきなりスマホに電話かかってきて、え、どうしたんって言ったら、いやちょっと待ってねって、でスマホ見ながら、あっていう、でいきなり僕とか持ってきて、江戸さんこれ見てってその見せてもらったら、彼女がアップに写ってるんですね、そのイベントに使う写真やったから、顔がね腫れてた3分で、それは送った時データそうなってなかったのに、向こうでいじろうと思ったらいけない、こんなんなって怖いって、で慌ててその日に行きました、ここに
多分あるんですよ、うん、だから皆さん行った方がいいですよ。でも私もやっぱり似たような感じで知人がそういう写真が撮れたんですよ。あの右目が腫れちゃうとか、はいはいはい、お岩さん関係のことでね、まあ、それじゃ役者ではないんですけどちょっと岩さん関係のことしてて、でその写メ送ってもらってて、あなんかすごい、あやっぱこういう撮れちゃうんですねって言ったら、やっぱりその人数日後に本当にそこ腫れちゃいましたから。あ実際に実際に、なんかバイキンが入ったとかで、だからパワーがあるんですね、うん、何かお祝いなりって。でもなんか4箇所くらいなかったでしたっけ。でも、2箇所まずお祝いなりと民、はい、お寺があるんですよ、はいはいはい、同じ通りに、はい、でそれとは別に、妙行寺もあったり、でまあお祝いなりは他になんかこう分子というか新川にもともと移動したんですよ、はい、だからそうですよね、なんか当時のなんか劇場が近くて、はい、そうなんかそこお参りしやすいからみたいな感じ で、はい、で僕ね、はい、話あの聞こうと思って行ったら、そこ神社の方タミヤさんでしたよ、うん、あ留守だったんですけど、だから本物ってことですね、タミヤさんがやってるってことだから、ただ作ったのは歌舞伎の方がお金でした、はい、あなるほどみたいですね、まあそういうふうにお岩さんの、まあ、本当にいるのかどうかは分からないけど、とにかく力を持った、でその岩さんが消えたのがまさに四谷見附だった、あの交差点だったっていう、だからこそあの交差点って、でもね四谷階段以外にも非常に恐ろしいことがたくさんあるんですよ。あそこ、はい、あの四谷見附の交差点っていうのは、まあその付近ですね、非常に階段的オカルト的に興味深いスポットなんですよね、お岩さん以外にもです、まずですね、我々だったらまあもう怪談好きだったらみんな知っているかなり古典中の古典の現代実話怪談迎賓館の舞台っていうのがあの辺りなんですよね。まあ、西浦さんっていうその怪談業界でもかなり有名な人が警備員として働いた時代に体験したお話で、ざっくりどんなお話かって、いや急に僕読むんですか。はい、それ吉田さん忘れたから僕読みました。いやいやいや、そんなことないですよ。あの景品館っていうのがあってですね、はい、でそれが移動することになったんですよね、はい、あまりにもすごいから、はい、で聞いたら廊下なんて一枚の木でできてる、はい、もう絶対今作れない、作れないんですよ、杉の木でとかなんかね、すごいでしょ、あったんですよね、ええ、でそれをね保存しようということでそのまま移動することになったんですよ、うん、ちょっと工事するとみんなお化けを見るんですよね、うん、で一番恐ろしかったのがある程度全部ね移動してね、でユンボが入ったらボーンって穴が開いて落ちたんです。そしたらそこ何になってたって言ったら、そこにね秘密の部屋があったんですよ、全部ね真っ赤に染めてて、壁がで床も壁で多分天井も赤かったんでしょうね、うん、その入り口がよくわからない地下の部屋が出てきた。そしたらその時にあの海外の方が働いてたんですけど、その人が片言の日本語でやばいよやばいよって言うんだよ。それはもう落ちたからやばいよと思って、うん、そうじゃないよ、子供がいっぱいいるよ、子供が入っているよって、そこに子供がいっぱいいたって言うんですよ。そう見えたって言うんですよね、見えたって言うんですよ、うん、でそういうことがいっぱいあって、まあ、なんとか移動するんですけど、これまたいろんなことあるんですよね。あるんですよね、まあ、あのとにかくいろんなこと起きすぎててちょっともうそれ語ってるだけで多分1時間ぐらいいっちゃうんですけど、1時間いきます、まあ、もう宿直のやつが絶対女の人に上になんか乗っかられたりとか、でしかも同じ女の人みたいだとかで、その地下にあった部屋はどうもあれ牢屋なんじゃないの、座敷牢なんじゃないのみたいな、まあ、詳しくはあのきちんと公式で動画ネット動画が西浦さんの迎賓館上がっているので、もう1時間近いです。これ見た方がいいですね、はい、ああ絶対見た長い階段なんですけど、非常にまあ古典中の古典とされる面白いし怖い話なので、でそれがあったのが、まあ、ピンポイントで交差点の近くではないんですけど、まあ、四谷見附の交差点のあたりなんですよ、うん、でそれは今あの渋谷の方に移ってるんですけどね、うん、そっちはまた人エピソードあるんですが、そうなんですよ、またそこがいろいろあるんですよ、ね、またもうそれ面白いんですけど、でそっちの、まあ、そっち渋谷のそっちの方なんかもまさに、まあ、もう一つのホットスポット、そうなんですよ、地下寄りなので、まあまあまあ、はい、ちょっとその枝葉の話なんでね、でそのまああんまりね特定するとある企業の迎賓館なので、まああんまり言わない方がいいんですけど、それの舞台、最強の階段迎賓館の舞台もそこでしたし、うん、その近くのまあ学校大学があるんですが、そこである時
やっぱりね、お岩稲荷みたいな感じで、お稲荷さんができたことがあるんですよ。つい最近ですよ、はい、できた、できたんです。突然大学の校内に突然、はいはいはいね、でそこにみんなお賽銭入れたりでお祈りしたりで、人によってはなんかね、彼氏とよりを戻せましたってこうお礼の手紙が添えられていたりして、誰が言ったかソフィア稲荷っていう名付けられて、信仰の対象になったんです、ね、誰が作ったか分かってないですよね。いつの間にか突然こう大学の敷地内に中に、はい、いつの間にか、ね、土の人形かなんか始めようとやったんですよ。でそれに誰かが多分可愛らしいやつだと思います。窓際とかに、窓のこの山のところとかに置いてあって、でそれが誰かが、お供え物するんだろうね、なんか知らないけど、やっぱり日本人ってそういうのがあるとお茶とかね、お供えしたくなるんですよ、うん、まあ、一応キリスト教系の大学なんですけど、はっきりあ、そうはね、はっきりキリスト教系の大学、フランシスコ・ザビエルの思想を伝えるための大学にもかかわらず、でそうすると警備員さんとかがあんまり、ね、ちょっと散らかってると、はい、で整理して、はい、で鳥居が置かれて、でまあ稲荷じゃないんですよ、稲荷なんて肝心してないんだから、はいはい、でもなぜかソフィア稲荷っていうふうに言われるようになったんですよね。パワーがだんだんあるようになってきたと、まあ、ゴリアがある、まあ、短期間で撤去されちゃったんですけど、撤去されちゃったの、はい、ちょっと大学の改修工事とかもあったんで、まあ、まあ、普通撤去されるわ、うんうん、結構大きな改修工事があったんで、たまたま、うん、だから私が行った時にはもう撤去されちゃった後だったんですが、面白いな、うん、でもなんかやっぱりそこもそこの大学の教授がコメントしてるんですけど、ね、はい、その大学の新聞内に、はい、それは歴史学の先生なんですが、あそこはやっぱ階段があって、でエレベーターがあって、でこう通路がね交差している辻みたいなところだから、辻みたいなところに何かが置かれるとそういう信仰が生まれるっていうのは、うん、素晴らしいですね、あるっていうのはその新聞でコメントされてます、はい、教授が、うん、まさに今の話としてですね、辻交差点は、うん、そういうオカルティックのパワーがあるっていうことなんですね、はい、まあ、でも確かに聞きますよね、うん、こうその辻占いとか言い方もありますけれども、そうだ、辻占いはどういうことなんですか。要するにこう辻っていう場所にやっぱりそれある種こうオカル、まあ、さっき予算見ましたけどオカルティックな場所っていう意味で、うん、なんかそこでこう吉凶を占うみたいなことだったり、辻に立ってたりして、はいはい、で道行く人の本当ただの通行人の会話をこう聞いて、うん、でその言葉を拾って、じゃあ明日恋人にプロポーズしようかなとかやめとこうかなって決めるとか、ね、だから不思議ですよね。でもすごいと思う、本人やるちゃうでもね、はい、人の会話聞いて、大阪でもやっぱあるんですよ、辻で有名とかって、うん、そこなんか歩いてる人にある、うん、無理やり聞くね、あ俺占いってあ、もう何でもいいから言えってそう、うん、だからめちゃくちゃ怖いね、そこ歩いてたら、うん、いきなり人が来て俺占いって、辻占い本当はちょっと違うんですけど、ね、いや全然違う、本当は声を拾うのかね、だからどっかで大阪に来るまでにと変わっちゃった、東京は、東京調べたら本来は、うん、通り歩いてる人の声を、うん、この言葉を聞いてそこから占い師がこう考えているわけ、まあ、多分初めは京都か奈良ですから、あ京都か奈良だ、はい、うん、じゃあ大阪だけ特殊な場所はどうだろう、そうですね、やっぱり大阪の人は積極的だからってことなんですけどまあ元々辻とか交差点っていうのはことごと採用にオカルティックであり神秘的なパワーがあるところだったんですけども、四ツ谷のところがやっぱりね、私は最強クラスなんじゃないのかな、いろんなものがこう重なってるってことなんですかね、うん、さっき の、まあ、四ツ谷階段もそうですし、皿屋敷もそうですし、そうやっぱり地形的にもこう辻になってるっていう、うん、あれエミキさん、はい、海外でも辻でなんかやるロックの人いませんでした、クロスロード、クロスロードだっけ、ね、なんかあとか、あとあれでしたっけ、ちょっと忘れちゃったな、昔 の、ね、あのアメリカのブルースかなんかの、あ、そうそうそうだ、トップの人ですね、あ、ちょ、忘れちゃった、ブルースの元祖の、あ、そうそうそう、はい、あ、辻でしたよ、ロバート・ジョンソン、あ、ロバート・ジョンソン、ロバート・ジョンソンなんかは、あれはもともと交差点で悪魔と契約した、だからめちゃくちゃ音楽を、そうです、ギターの腕を上げる代わりにっていう、世界中では辻なんだ、それはあります、中国でもあるし、うん、やっぱりその教会、どっかとどこかが交わるところで、でその辻っていうのはどこでもない場所じゃないですか、あ、なるほど、あ、そうだね、はい、そういうの確かにそうだ、それは例えば駅とかもそうなんですよ、うん、特に踏切なんかもそうです、はい、踏切なんかもやっぱり階段が多いですけども、この踏切の中っていうのは通過するだけの場所じゃないですか、そこに踏みとどまることはない、うん、駅もまあ駅の中でね、駅中とかデパートとかあったりしますけど今はでも本来は
通過するためのポイントなだけでそこにとどまることある、はいはい、だから交差点の真ん中も本来はそこにとどまるべき場所じゃない、うん、だけどそこで待ってるっていう呪術的な行為をすると、はい、悪魔がやってきて願いを叶えてくれる。面白いな。いや、あのうちの僕地元がすごい京都の北の北部になるんですけど、はい、節分の行事でちょっと変わったことをやってて、あの普通豆まきするじゃないですか節分の時って、うんうん、で鬼は外福淵みたいなやるんですけど、あの地元にあったのがあの豆を袋かなんかにこう包んで、そのやっぱり四つ角、うん、辻に行くんですよ、うん、でよしかも夜ですよ、夜怖、ま、夜中に辻に行ってそこにその豆を置くんです、うん、四つ角の真ん中に。でもう後ろ振り返らずに家まで帰るっていう風習が実際あったんですよね。でそれは何のためにするんですか。でそれは厄落としみたいな意味合いなんでしょうけども、うん、置いてくるんだ。そうです、それ置いてくるんです。だから正直もうその節分の次の日とか、あの僕小学校の時とかですけど、歩いてたら本当四つ角に豆がも散らばってるんですよ迷惑な話なんですけどでただ確かにちょっと調べたらやっぱりこう四つ角って、まあ、さっき吉田さんもおっしゃいましたけど、やっぱり境界線でこう、まあ、昔道祖神とか置かれるような、うん、その村でいうとこう内と外の間みたいなっていう意味合いがあって、まあ、まさに誰の領域でもないその間の場所っていうところで、やっぱりちょっとこう鬼が宿りやすいだったり、ある種そういうのが淀みやすい場所みたいな言われてて、だからそこになんか役を落とすっていう意味合いがあるのかなとちょっと思ったんですけど、調べたら結構京都のうちの地元だけじゃなくて、山口とかだったかなとか鳥取とか、なんかその辺にもポツポツそういう風習があるみたいなんで、だから結構やっぱり四つ角のある種そのカルティックなっていうところは結構そういうところに出てくるのかなとは思いましたね、うん、だからやっぱりその悪魔が来るだったり、うん、まあ、道祖神が置かれるだったり、やっぱりねキリスト教的な神様ではなくて、ちょっともうちょっとまあ君は精霊っぽいとか、うん、まあもうちょっと人間に近いけど超自然的な存在っていうものとの相性がいい。だから、まあ、キリスト教系の大学なのにお稲荷さん置いちゃうとかね。だからあれあそこの四谷見附という大きな交差点の近くのその大学構内の交差点だからこそできたわけで、で大岩さんだってやっぱり流行神っていうんですかね、まあ、そのソフィア稲荷とかそういう、誰が作ったか分かんない神様いきなりパッと流行る、うん、でまあパッと廃れるっていうのは流行神っていうんですけど、大岩さんだってまあ一応流行神じゃないですか。そうですね、大岩稲荷っていうのができたり、はい、でもうちょっと言うと、そのもともとその大学があったところっていうのは尾張徳川家の中屋敷になんですね、うん、で、まあ、先ほど言った迎賓館の階段のあたりも、まあ、そのまあいいよね清井町なので、まあ、紀州尾張井伊家の3つの屋敷があって清井町なんですけど、まあ、その尾張徳川の上屋敷がどこかっていうと市ヶ谷の防衛省とか、まあ、もちろん一番いいところなんですよ、あの江戸城防衛する意味では。まあ、今であそこに防衛省ありますけども、尾張徳川って御三家筆頭ですから、そこの上屋敷っていうのは江戸城を一番守るのに都合のいいあそこの高台のところにあったんですけど、その脇っちょに、まあ、名前出してもいいのは亀岡八幡宮っていう神社がこうぐわーってこう階段を登っていく神社、はい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 、脇っちょにありますよね、防衛省の。あるある、今でもあるんですが、そこで一時流行り神ができた時があって、まあ、江戸時代なんですけど、はい、で茶の木稲荷っていう変な神様なんですよ。狐が空から降りてきてお茶の枝で目を刺しちゃったで目をあの怪我しちゃったっていう神様なんで、それを信仰する場合はお茶を立たないといけないんですよ。あの信仰してる間はね、はい、お願いしてる時はお茶を立たないといけないし、でもそうすると目を治してくれる、眼病に効くっていうのはだいぶ流行ったらしいんですよ。でもまあすぐに廃れたらしいんですけど、っていう茶の木稲荷っていう、やっぱりでもそれも稲荷なんですよね、うん、なぜかみんな稲荷にしますよね。稲荷がいっぱいあったからどうなんですかね。でもキリスト教の大学の学生ですら稲荷にしちゃうんですよ。なんで稲荷しちゃったんでしょうね。なんか日本人の DNA に稲荷があるのかな。すごいポップな、なんかあれあるんですかね、なんかキャッチーなものというか、なんかね、まあだって江戸時代ってね、犬なんかと稲荷がいっぱいあるっていうことわざがありましょ、うん、そうですね、江戸にたくさんあるからね、犬の糞と稲荷っていうのがね、うん、なんか稲荷が日本人に何かこう訴えかけるものがあるんやろね。まああとちょっとその実際の軽いあの現世利益、あのちょっと目を直したりとかお金儲けたりとかいうものはやっぱり結構偉い
お釈迦様とか大日如来とかじゃなくて稲荷っていうのがちょうどいいサイズ、うん、だから逆に流行り紙には稲荷っていうふうになったのかなっていう。なるほど、うん、もっと調べればいっぱいあるかもしれないね、終わっちゃったね、そういうのが、うん、気もするんですけどね、うん、面白いね、やっぱ土はやっぱ面白いですね、もっと調べたいね。あります。だからもうそれこそ市ヶ谷の方だったり、飯田橋の方かな、うん、には飯田橋、飯田橋の方にも見つけるんです。市ヶ谷にも見つけあるし、飯田橋にも見つけあるんですが、うん、というのは、まあ、今中央線とかのところはまあ外堀になっていたわけですよ、うん、まあ、ズドンと落ちるでしょあそこだけ、はい、地形的な、地形的に四ツ谷なんかはズドンと落ちて、はい、逆に落ちすぎるぐらい落ちてるから丸の内線は一回地上に出ますよ。あれ別に丸の内線が坂上がってるわけじゃないんですよ。地形がこう地形がぐっと下がってるから丸の内線はまっすぐ走ってるのに出るんだよね、出ちゃうんです地上に、うん、そんだけズドンと落ちてるっていうところなんですよ、まあ、四ツ谷谷ですから、はいはい、でかつあそこも、外堀がこうあったところ で、はい、でその外堀が市ヶ谷飯田橋っていうふうにこうなっているので、それが江戸城との境目なわけです、うん、その外への、はい、まあ、それまた教会なんですけど、はい、だからそこには絶対見つけっていう番所関所みたいなのがあって、でその飯田橋の方の関、飯田橋の方の見つけの近くに大きく稲荷がありました。もともとそこアーネスト佐藤っていう英国大使のお屋敷があって、そこに大きく稲荷があった。それは、まあ、アーネスト佐藤が来る前からね、でやっぱり皿屋敷をやる前は江戸時代の役者さんとかも、明治時代の役者さんとかもこのお祈りお参りしてたところあったんですけど、それは今、ね、国分寺の方かなにその子孫の方が住まわれてるんで移ったらしいんですけど、移動したんや、うん、でも結構その江戸東京の町というか、あのもともとあれですよね、すごい天海って風水師がいて、はい、結構都市計画においてそういう呪術的なものをたくさん作ってたって話も聞いたことあるんで、結構その場所とかその関所の場所とか、僕はごめんなさい詳しくは知らないんですけど、結構そういうの考えられて作られてたんですかね。まあ、でも見つけは単純に地形的な問題だと思いますけどね。あそこにあのズドンと落ちたところに堀をこう、はいはい、作って、あなるほど、堀自体はまあ人工的なもんですけど、もともと多分川とかですから、谷とかですから、そこはね、エネルギーが多分ね真ん中に来るようには作ってるんでしょうね、ですかね。これ分からんけど、多分江戸城が一番パワーがあって、はいはい、それもいじくっちゃったから今そこら中に出てるから、だからもしかしたら僕らの知らないところで非常に強烈なパワーのある辻が、うん、あるんかもしれないですね。そうですね、交差点、どの交差点が一番いいか、ちょっと K1 グランプリやってみましょうか。どうやって調べるか分からないんだけどね。どうやってなんか分からないけど、辻世界一決定、まあ、階段が多いところですよね。いや階段以外にもさ、ええこともあるやろうから、いいパワーもあるやろうから、うんうん、まあ、だから不思議な話、不思議な現象、そこの周りにはいっぱい子供生まれてるとかさ、はいはい、分からないけど、なんかそういう場所の特徴、場所の特徴はなんかあるかもしれんっていう、はい、でもやっぱ四ツ谷見つけっていうか、四ツ谷のあのね駅前の交差点のあたりっていうのが私は最強だと思いますけどね。いまだにあれありますからね、あの四ツ谷見つけの跡が、実はちょっと駅の北の方行くと土塁というんですかね、まあ、この江戸時代の遺構があって、あなんか石段みたいなことになってるのが、はい、江戸城のね、残り、はいはい、そうだそうだ、はあそこちょっとね、みんなで行って、そうですよね、だから実際現代においても、もし仮にその四ツ谷見附がそういう場所なんであるならば、うん、やっぱあの近辺にその何かしらの怪異現象みたいなのが今においてもあるかもしれないですよね。なんかエネルギー測られへんから何かで、はい、分からんけど、外貨カウンターみたいな、なんかよう分からんけど、うんね、何かでこう、うん、でもそこがなぜかこうキリスト教のそこ不思議ですよ、ね、スポットになってる、はい、だってあの交差点なんかはもうキリスト教の出版社とかガンガンあったりしますしね。そういう意味で辻はちょっとね、これから辻流行るかもしれないね、みんな忘れてたよね。辻、まあ、辻って言い方がいいですよね、あんまり交差点っていうよりは、うん、まあなんかね辻っていう言い方がいいし、うん、だから辻切りみたいに僕ら辻で待ち伏せて階段聞くのやろうか、うん、辻切り階段本当に辻切りですよ、うわーって階段教えろみたいな、また出た辻切り階段みたいな。辻はちょっとね、これ来ますね、うんうん、2022年、いや、勉強になります。2022年は辻の年ですね。ああ辻で始まり、辻で終わるよ。そうですね、ああ、辻さん持ってますよ、だから。ああ辻っていう名前の人、ね、名前の人、はい、よくわかんけど。まあ、そうですね、辻さんもともと多分辻に住んでたから辻っていう名前だったんでしょうからね。ああ、そうだろうな、なるほど、うん、面白いですね。
辻だけでこんな行くもんですね。無理かと思ってました俺。いや辻はあと30時間ぐらい。まだ行けるの？何やんのこれ以上。辻だけでも行けますけどね。これが四谷見附の跡になりますね。本当江戸時代からあったもののそのまま残っているという形で、だからここからまあ一応江戸城の範囲からこっちの外に出るとまあ城外になるっていう感覚なんですね。だからまあここは交差点でもあるし、今でも大きい交差点でもあるし、あの線路がお堀外堀だったわけですよね。で外堀を越えるとも城の外に出るから、まあ、二重の意味で境界だったと、まあ、交差点辻という意味でも境界だし、江戸城の範囲っていう意味でもその内と外のちょうど境界線上だった、まあ、そこでお岩さんが消えていった、行方不明になったっていうのは結構意味深だなとは思うんですけど、ここが荻坂です。だから多分こっからお岩さんが怒ったお岩さんが伊右衛門に騙されたって怒ったお岩さんがこっちの方がバーって走っていって、で青山修繕にいじめられたお菊さんが多分こっちの市ヶ谷見附の方にバーって走って逃げていったと。そんで着物の帯がバーって、垂らしながら走ったから荻坂。だから一応ここが大岩さんとお菊さんがクロスする江戸の階段のホットポイントということですか。こちらがまあ有名な大岩さんの神谷稲荷神社ですね。大体歌舞伎やったりお岩さん関係、東海道四谷怪談関係の公演、映画、テレビで扱ったりするときはここにきちんとお参りに来ると。これこそ本当にも実話怪談中の実話怪談ですよ。だって何しろ歴代の総理大臣やその関係者、奥さんとかね、首相夫人とかが体験してるんですから。日本一言えない話を今ここでやるんですか。まあ日本一嘘だとは言えない。ああ、なるほど。日本一はっきりした実話会談、はいはい、この前の衆院選の特番の時に、麻生太郎さんが話題になってましたよね、ツイッターとかでも、はいはい、え、嘘だろって。